あまねまことの酔っ払ってよかろうもこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょ、始まりました。はいはい、あまねまことの酔っ払ってよかろうも。いやー来ましたね、やりました、はい、やりました、来ました、はいはい、残念なニュースがあります。残念なニュース、オープニング早々ね、はい、やめてください、申し訳ございません、やめてください、今日は、はい、天音誠代表、はい、お休みです。またイエーイじゃないじゃないじゃない、いろいろあるんですよ。あ、そうなんですか、そう、一番期待してたのに、視聴者の人一番期待してたのに、そうでしょ。今日はね、まあ、大喜利とかもまあやりつつ、あ、いろいろね、あのフリートークもやりつつみたいなね、はい、感じでいきたいと思います。あ、いいですね、まあ皆さんのねコメントもねどんどん拾っていこうかなと。僕ね、あのちょっと思いました、はい、あのスバル不審には言ったんですけど、はいはい、先日、はいはい、僕あの自分の部屋で酔っ払ってよからも見たんですよ、 YouTube で、はい、あの僕目立ちすぎたなと。いやいやいや、何お前が内勤ごときがセンター立っとんじゃと、おひしひしと感じたので、今日それがフライングその会話が、すみません、 OK です。あとで、あとで、あとで消すバット、そういうとこはこのバットは今日誰かの、誰かがヘマしたらケツバットをします。やばい、あ、はい、じゃあ、ね、ライゲット、そうなんですよ、今日 GFM がねないって、ショッツさんが、ショッツさんが、あ、いやもう、もうな、あ、なんとね、今週から1時間、はいはい、ね、おぉ、ずっとなんですね、2時から3時まで、イエイ、京里さんの一人飛び、伸びたんすね、伸びました、伸びましたね、パチ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 、まあ、ちょっと、ご紹介しますか。あ、スモモ、スモモ、誰やスモモ、スモモ、じゃあ自己紹介からいきましょう、はい、そちらから、ハーレムのアダナシチューでーす。なんで、なんて、イエーイイエーイハーレムのコアです。それ気になったら説明するんで、はい、行こう、はい、奥さん映画の、はい、朝日奈作です。作くん、久々に、イエーイ、よっ、顔だけイケメン、フライングゲット、心もね、心もイケメンだよ。作の LINE の待ち受けの画像がもうこうなんだよ、ね、お花畑で、かわいい、お花畑で、はい、ぜひご覧ください。あれ昔、作さんの名刺もはい、ならんかったよ、ピッセンター、センター、はい、センター、センター来たぞ。あ、ハーレムのスバルです。スバル FC、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、おいで、あ、いいですか、ミネルヴァの作田です。よいしょ、よいしょ、ゲストはよいしょ、最後ね、まあ僕ですか、はい、この間新年会の時に、はい、大爆笑を250人の前で、はいはいはい、大爆笑をかっさらった矢上教授、ハーレムライトです。そうですね、いやもう素晴らしい、あのめっちゃおもろかった、いやいや面白かった、いやそれ何何って言われるじゃん教授しまくとって来てますよ、はや、はや、これはもう身内の、身内のあれです、東条司だと思います、間違いない、あ、身内の、僕も言いましたよ、あやば、来た、お、お、カリスマ、カリスマ、いらっしゃい、2年は先月のヒーローナンバーワンの、お、はい、ヒロト、ヒロト君、はい、まだまだよ、はい、カリスマ、え、なんでなんで、え、何がですか、ミネルヴァ一郎、余裕、余裕、あの天下のミネルヴァさんのナンバーワン、いやね、あの努力家なんですよ、ヒロトはね、彗星のごとく、はい、ナンバーワンです。入ってどれぐらいだったっけ、そんなびっくりしないです、3ヶ月で、すごいですね、ナンバーワン、すごいですね、めちゃめちゃ努力家いや本当です、本当です、ケイスケ元気、ケイスケ元気、ケイスケ元気、ケイスケ、え、あれ、いてんのかな、いてんのかな、ルイは今日お休み、ルイ今日今度ケイスケいないですね、多分今日ケイスケ、ケイスケじゃないですか、ケイスケ、あれ、あれ、北斗晶じゃないですか、北斗晶いけるんですか、はい、北斗晶、おい、ケイスケ、
え、ミサミサやんけ。ホントケースケ。ミサミサやんけ。カスタがいてかい、カスタが。ホントケースケ。忘れてたくせに、忘れてたくせに、こぼすし。ホントケースケっすわ。何してるんですか。あのですね、そうです。ごめんなさい、ホントに。すいません。まあまあ一回一回今バットが倒れてちょっとあのグラスが倒れてみたいなね。あの状態ですよ。スバルタンとサクと仲良いの。スバルタン。スバルタン。よよせーの。スバルタン。ボーガーボーガー。はいはいはい。サクは今スバルタン。切った切った。コラだね。はいはい。あね。まあまあそこはね、まあまあまあでも長いんでね、結構付き合いは。そうですね。でももう付き合いで、お店は変わってもやっぱり結構。やっぱルイいないと無理かい。ねえ、そんなことない。そんなことないわ、そんなことないですよ。ずっとハリマ俺らでやるよ、たんな。いや、そうね。いやいや、ルイくんいなくても大丈夫ですよ、そりゃ。スバルタン。スバルタン。今日帰るよ。今日多分そう。帰りますじゃ。今日さ、一回帰ってください。それこそ話にならないから。話にならない。ありがとうございました。やばいっす、それは。京一さん、どこに帰る場所ありますか。ああ、京一さん帰っちゃった、もう帰っちゃいました。ほら、ケンジはいないよ、ケンジ。あれ、ケンスケ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 、おい、ケンスケ、あきらやないかい。コストコ行ってこいよ、コストコ。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきました。あー、京一さん、教授は必要、教授は必要、ありがとうございます。教授は必要、ありがとうございます。でも1時間ですもんね。そうですね、なんかちょっとなんかいつもと違う感じで。コストコ行ってこい、1キロのティラミス買ってこい、ケンスケ。結構でかいですね。あ、やばい、やばくないです。え、大喜利のやつはどうする。大喜利あるん。いやちょっと画像とか。じゃあ、画像は今日は用意しないの。あー、じゃあなんかテーマを決めて大喜利っていう。もうあの明太子って書いてある。なんすか、なんすか、もう設定済みのやつですかね。キーマル金曜日は明太子。教授、今日の指輪かっこいい。指輪してないじゃん。あれ、教授さん指輪してない、してない。教授さん、ね、はい、これなんすか、これ。それ、指輪レイバー。今日あのラストンで一緒にケミスル歌ったからって。これはちょっと格好つけすぎやな。川端の格好つけすぎやばいですよ、やばいです。よし、じゃあ行こうか。はい。ほんまに打ち合わせゼロで。これちょっと、え、大丈夫ですか。いや、俺もまあまあテーマを、じゃあテーマを決めて、テーマを決めて、じゃあみんなでパス。ペンです、ペンです、ペンです。大喜利あるんですか。いや、わからんけど。いや、僕ちょっと見えるんですけど、やっぱこのメンバーで大喜利やっぱ見切り発車したら、まあ、あんまり良くないかな。いや、でもこの間おもろかったね。あ、ほんまですか。そうそう、いけたいけたい。鼻で牛乳とコーヒー吸って5秒で壁折れ作って。僕は鼻からうどんはできるんですけど、それはできないです。鼻からうどんは大丈夫です。それだけできない。あ、ほぼできます。右から2番目可愛い。右から2番目、お、やば、あ、やばい。いや、パンサーの。こっちから。僕もキョウさんだなと思ったんですけど。あだっす。じゃあいい、大喜利いい、大丈夫。行きましょう。まあいい。やるんすか、やるんすか。怖いね。やっちゃいましょう。怖いですね。まあまあ怖い。え、俺お題出していいんじゃん。あ、で、キョウさんも考え。大事故の予感。まあ俺も考え。お題、お題かどうか、さっきさくらだですけど。大事故っす。あ、じゃあ。めっちゃ見てるじゃないですか。はい、行くよ。はい。飲みが足りない、今日ベロベロですよ。ね、はい、こんな避難訓練は嫌だ。こんな避難訓練は嫌だ。こんな避難訓練、いや、まあもう出して、まあ早、あ、そうか、これで答えを早押しでいく。ね、こんな避難訓練は嫌だ。こんな避難訓練、こんな避難訓練は嫌だ。うわ、これむずいな。でも、あ、これ確かにそうですよね。教授以外はなくなりました。枠が広がったんで、ほんま2時半、2時45分から3時15分まで天音マクドの酔っ払ってよから思うんじゃないですか。そうですよね。が2時から3時までになったんで、よから、あの強制 FM がなくなりました。っていうか FM じゃないですよ、 AM ですからね。あの交通情報とか言いますから、ね、そうなんですよ。これ書いて答えるんですよね。そうです。こんな避難訓練は嫌だ。避難訓練、避難訓練ですよね。はい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 、どうぞどうぞ。そもうちょっと前前前前前前、そんなこんな避難訓練は嫌だ。そもそも一人。ああ、まあまあ、それは嫌だ。お菓子のタイミングがわからん、押さない、かけない。これ押します、これ押します。あ、押しますか。まあまあ、はいはい、まあまあ、はい。
みんながローラーシューズ履いてるね。それは嫌よね。事故事故二次災害みたいなね。階段降りれなくなりますもんね。笑いいただきます。足し算いらんわ。行こう行こう。サクトイケメンね、ありがとうございます。あ、いいですか僕。はいはい、サクト行こう。サクトイケメン、こんな避難組は嫌だ。こんな避難組は嫌だ。誠代表がめっちゃ後ろから押してくる。もう、はい、まあそれは嫌よね。あんだけ優しかったら、まあ、やっとわかる。お菓子のほら、わら来ました。わら、やっぱ分かる人には分かる。はい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 、はい、スバル夫人、はい、行こう。こんな避難訓練は嫌だ。あ、メンバーが、僕とケンスケと北斗晶。ケンスケお前は、まあ、本当にコストコ行ってこい。コストコ、ありがとうございます。ビキレちゃってます。ビキレちゃってます。おい、え、スバル、ビキレ、いやいやいや、トワ君、トワ君、こんな避難訓練は嫌だ。お前、微妙やめろ、微妙。誰も避難しない。あー、それは嫌やな。あーはもうダメだ。やばい、あーはダメ。マイナス。ない、ない。こんな避難訓練、避難訓練ですよね。避難訓練どうした。大阪、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 行けよ大阪。攻めろ大阪。あの、ルイさんとは違うんでしょ。はい、ごめんなさい、避難訓練ね。はい、こんな避難訓練は嫌。あー、ちょっとなんかちょっとお題変えます。お題変えます。ちょっと難しい。はいはいはい、はい、難しい。ちょっとこれはもうあのダメやったらすぐもう、いやダメ、切り替え大事やね、多分ね。じゃあいきますよ。はい、こんな教授、こんな教授はやだ。来てますよ、来てますよ、いっぱい。小学、うん、小学5年生のサトシ君のプチ自慢とは何？あ、サトシ君のプチ自慢。プチ自慢。プチ自慢。教授は面白くないよ、もともと。やめちゃうよ、お前。あ、もう画面と、おいこと。こんなプチ、え、小学校5年生のサトシ君のプチ自慢は何？はいはいはい。あ、いいですか、はい、じゃあ。はい。あ、あ、あ、いや、まあ、サルトから行こう、サルト。ひどい。いや、違う違う、早押しやつですから。プチ自慢は嫌だ。サトシ君ですよね、うん、こんなプチ自慢。それはね、ポケモンマスター、 ね、サトシ、はいはい、サトシです。はい、ありがとう。グイ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 。誰もが知ってるあのね、プチ自慢。サクさん、へーってきます。やめなよお前、へーは。え、あ、でもダブル来た。あ、ドンマイ。あ、ドンマイダブル。ドンマイダブルね。ドンマイダブル。はいはいはい、ドンマイダブルね。はいはい、次次。次次出して。次みんな。なんか。キョウさん出してくださいよ。サクさんがなんか。ヒロト。ヒロト、攻めんかい。僕あの、ヒロト。まだ書いてない。あ、もうイケメン系で終わる。かぶっ。いや、イケメンじゃないです。僕あの、かぶっちゃうんですけど。プチ自慢じゃろ？プチ自慢ね。かぶっちゃう。何ですか？プチ、プチじゃない。何を言ってるんですか？キャンド。キャンド。かぶっちゃう。キャン、キャンのやつ、キャンド。キャンド。早かった。プチ自慢ですよね、小五のサトシ君のプチ自慢ですよね。プチ、プチですからね。自慢じゃなくてプチ自慢。ちょっと考えてみ、それ自慢じゃないじゃろうみたいなことを大喜利だけ、それを書けばいい。そうですね。なんだろうな、ちょっと無理な。教授早く書け。 俺がかっさらったらまた、ね、いやいや、まだ目立ったって言われますからね。そう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 、プチ自慢ね。プチ自慢。鬼が巻く代わりに巻かれたもの、あー、それはお題だけど。あー、お題だけど。ない？お前は。一回一回一回行こう。教授さんあるんですか？星シャツ早く書けよ。あ、俺ほらほら、書いていいのか。あ、重なっちゃうから。もう画面だけでイケメンで終わるつもり、パンちゃん。ダメ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 。何を、何を、何よう言えますね。星さんと申し訳ない。いや、佐久さん出してくださいよ。え、何出してください、佐久さん。なあ、これどう。あと、あ、あ、佐久と副主任お願いします。はいはい、オッケー、オッケーってなるね。小五のサトシ君のプチ自慢とは何？いやいや、小五ですからね。やっぱね、思春期ちょっとね、ムラ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 する中で昨日おかんの乳首を見たと。いやいや、もうさすがダブルダブルだけど、さすがさすがさすが NG コメントはい、NG いただきました。でもこれ大喜利って嘘でしょみたいな。あ、まあまあ、だからもう頬を受けない。
じゃあ、きょうじさん、模範回答お願いします。じゃあ、いや、そうなんですよ、正午の、はい、サトシ君のプチ自慢だろ、はい、ね、はい、いいよ、俺はいいよ、きょうじさん、すみません、本当に全然かけない、正午のサトシ君のプチ自慢、はい、それは何、ピノを分けれる人、サトシ君ね。ピノ2個しか、2個じゃない、6個ぐらいしかないのに、これあげるよって1個あげるって、わーって、俺あげれますよみたいな、サトシマジだよみたいな、やっばーみたいな、ピノあげれるんじゃみたいな、6個しかないのにみたいなね、すごい、それはすごい。ありがとうございます。こういうね、感じでね、さっきから、あの、教授、今日のピアスはいいとか、今日のネックレスどこで買ったの、あの、ないしね、特殊な意地、特殊な意地ってね、はいはい、行こう、正午の、正午の、正午のサトシ君の、プチ自慢、それは何、はい、米よりパン派、あま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 あ、あーもう分かんねえ、給食ね、給食ね、まあ、今のは、今のはでも、アースはでも、じゃあ俺で、お願いします、はい、正午のサトシ君のプチ自慢、それは何、はい、サク、朝日のサク、行こう、これはピノよりすごいんですけど、おお、いいね、雪見大福分けれる、おお、2分の1、まあ2個じゃけんね、まあ、薄くないですよ、6分の1よりか、いいね、薄い、薄い、まあまあ、でも、面白い、面白い、いいね、来てるよ、面白い、気持ちよりすごいなんか逆に悲しいっす、逆に悲しい、ジョージよりすごい、それはなんとも言えん、自己責任、ちょっと難しいですかね、これ分かった、じゃあ変えましょう、変えましょう、ちょっと難しいかもしれないですね、変えましょう、ちょっと待ってよ、ガシャガシャサクトさん、ガッシャガシャやってるけどアイスもうないし、外国の人にね、うん、サザエさんを一言で説明すると何か、あーいいっすね、いい、外国の人にサザエさんを一言で表現するな、うん、はい、はいはい、サザエさんを外国の人に説明、うん、一言で説明すると、一言で説明するとカニ、ね、まあね、甲殻類みたいな、硬い感じやからね、そのつながりね、硬いから、はいはい、波平がすぐバカモンみたいなね、はいはいはい、そりゃカニにもなる、はいはい、トワ君、外、え、何でしたっけ、外国の人にサザエさんを一言で説明する、あ、はい、あ、と茶番、あー、あー、まあね、それはね、あるね、あ、はいはい、はい、佐久藤君、はい、あ、いいですか、外国の人にサザエさんを説明するとき、もう分かりやすく、これ、あー、あー、なるほどね、まあ、あるよね、冷たくないですか、なんか今日さん、いやいや、今日さんがこの間結構拾ってくれたら、いやいや、結構、はいはいはい、外国の人に、はいはいはい、サザエさんを一言で説明すると、どれ、はい、これ、分かりやすい、入ってきましたね、揺れて、ね、揺れて、収まる、てれて、ポンみたいな、耐震構造どうな、どうなっておるんですかね、はい、はい、いいですか、はいはい、おー、いいね、いけ、水色、はい、サザエさんを、お、外国の人に一言で説明すると、どんなこと、海鮮家族、まあ、まあ、名前がね、名前がね、サザエ、船、波平、はいはい、カツオ、あ、イエスアイエス、やばいでしょ、まあまあ、それ広がんでいいのは広がんでいい、まあまあ、NG コメント入りました、いただきました、 NG、 はい、どうやって行こう、外国の人にサザエさんを説明する、はいはい、わかりやすいのが LINE の来た時の音、磯野くん、あ、それはあれ、ありきの、あ、スバル副主任、スバル副主任、スバル副主任、パンパンいか、パンパンいか、まあまあまあ、手かずで、手かずで、手かずで、いやもう売っていかんと、これはそうですね、お題変える、いや、じゃあスバル副主任、ラストで、スバル、今書いてたら、いや、J 見えたんで、J が、待ってください、J が見えた、J 見えたんで、凝ってるやつですね、これね、これ、あ、誰書いてない、書いてない、言わん、結構みんな書きました、ね、スバルさんが、待って、だいぶまあまあ1時間だけね、まあ、そうなんゆっくりやれ、そうなんですよね、焦るなって、焦るなってことですよね、そんなね、もうそんなポン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  ねおもろいこと言えるんだったら、ね、その僕らもテレビ出てますよ、いや間違いないです、うん、本当に
変えましょう。変えましょう。変えましょう。変えちゃいましょう。履歴書に絶対書いてはいけない趣味。履歴書にこれは絶対書いてはいけないという趣味。趣味ですよ、ね、うん、ああ履歴書にこれは絶対書いてはいけない。これ結構幅広いですね。あ、これは分かりやすいよ。幅広い。じゃあ皆さんがね考えてる時にあの僕のあの教授のモノマネ枠ね、まあ、じゃああのスネ夫のマネします。そうだそうだ、のび太のくせに生意気なんだよ、ねえじゃやん。ありがとうございます。はいはい、はい、考えた、OK、はい。履歴書に絶対書いてはいけない趣味。はい。横領。それはもう絶対あの不採用ね。趣味横領ですみたいな。今のところ一番面白かった。俺は好きだから。はい、それは。ほらほら、わらわらわら。やっぱ上がりますね。やっぱ今のトワ君は10ポイント。よっしゃ。今のはまあまあ、あの履歴書に絶対書いてはいけない趣味。まあまあ特技でもいいよ。はい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 、もう行こう。趣味、趣味、趣味っすよね。寝坊。あー、まあまあまあ、ね、ダメですね。はい、下がっ、なぜそれを書くみたいな。下がって、下がって、下がって、あら、はい、バンバン行こう、バンバン行こう、ね、はい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 、スバル君、スバル君、親父狩り五段。あー、それはね、ダメだね。あ、すいません、優しくない、大丈夫だよ。やばいやばいやばい、そこはあんまりちょっと、はい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 、履歴書に書いてはいけない趣味ね、英検5級ね、これも中1でも取れますね。ダメダメ、ね、ダメ、あ、中1でも取れるんですか。いや、分からんけど、そこはもうスッと流さんかいね。あとミーティングだよ、もう趣味すいません、ヒロトね、ごめんなさい。僕まだ、履歴書に、はいはい、サク君背後、敬語を使わない。まず問題が履歴書に書いてはいけない趣味、ね、それは分かるね、さっくん。はい、はい、趣味を書くっていうのに敬語を使わないで、やばい、それはちょっと違う。スタッフさん笑ってるんですよ。スタッフさんにおきさ、いや、スタッフさんに、すいません、この絡みが放送中、放送中です。趣味ですよね、趣味、趣味、趣味ですもんね。趣味、趣味、趣味、趣味って言ったら趣味、みんなアホなっていうのを書けばいいだけの話じゃないか、やろ。ああ、まあ確かにそうですね。そういうことですよ。なあほな、なあほな、なあほなか、まああるあるみたいなね。はい、来た。ここで、はい、来た、はい、来た、来た、来た、スペシャルゲストを、はい、紹介したいと思います。本当ですか。こっからこっからです。ああ、もうスタート。あー、今紹介し、あ、すいません、ハーレム登場つかさってくれ、なんとなんと2015年、25分遅刻です。ポリシエお前、あ、もうやばいじゃないですか。いやね、もうね、はい、あね、ベロロですわ。ベロロですわ。危ない危ない危ない。いやいや、大丈夫ですか。爆弾発言だけしないでもらった。今日でもあの聞いてたんですけど、1時間スペシャルですよね。そうそうそう、1時間なんですよ。まあ多分今のところ結構あの15人ここにいるメンツの爆弾を落とそうと思ってたんですけど、いやいや、やめてください、落としてください、落としてください。クブクリバッチャン、スバル君とあのサクト君の爆弾、おくれ、はい、こないだも一緒だかい、ほんとにこないだも一緒だかい、これそれ一緒だかい、偉かったら何でもいい、それはほんとに。いや、でも2015年一番運気がね、この歌舞伎町のホストで一番運気がいいんで握手させてください。これ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 握手、いや、もうすごいですよ、2015年、一番運気ランキングで、ね、一番テレビでも出られた方ですよ、本当に。はい、はい、来ましたね。今一応大喜利をやってるんですよ、大喜利。はい、でも、はい、もうことごとく結構やる。まあ大喜利はもうやめましょうか、はい、じゃあやめますか、ちょっと大喜利やめます。一旦ちなみに何の大喜利やったんですか。あ、最後何でしたっけ。あ、もうなんか履歴書に絶対書いちゃダメなこと。例えば教授さんだけど、あ、書いちゃダメなのか。あの、カンペンボケで、こっちが逆、間違えた、視聴者にボケでてほしいでしょ。見えとるやつなんでね。いや、逆だ、こっちに。いや、一緒隠れとるんだね。キャッサー入っちゃってるんだ、入っちゃってる。人数が多いけ、今日は俺応援に行こう。いや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 、そこはちゃんと。
いやもうトリシも来たことだし、そうですね、やっぱ塚さん来たらやっぱ、そうそう、待って、はい、1時間スペシャルでしょ。そうそう、1時間なんですよ。だから結構長いです。まあ、企画とかあんまない感じで、ね、まあ、ほんまフリートークの感じで、今のところなんですけど、視聴率多分 2% ぐらいですね。徐々に今 2% ぐらい、最初20ぐらいあったけど徐々に下がっていってる感じが、いや、ずっと 2% ずっと 2%、 ちょっとなんか変えたいですね。いや、今回だけじゃないんで、アクションを変えたいですね。ずっとあの、今日から1時間枠になりました。あ、そうなんです。あ、そうなんです。あ、そうなんです。らしいですよ。イエイ、どれとレギュラーです。よっ、イエイ、なんかすごいですよね。で、俺は今日、はい、ハーレムとミネルヴァさんの合同じゃないですか。はい、うん、まあ、ここはもともと絡みがあるんで、まあ、そうそうですね。僕はあんまりこことここ、あ、まあ、ちょっと知りたいですね。はい、ね、知りたい、ちょっと知りたい、その、そうなんですね。あるんで、一応ナンバーワンしとかなと。いや、必要とかじゃない。必要、はい、はい、一応です。普通にナンバーワンしとか。必要とかじゃない。必要とかじゃない。悪意ありつけよ。そうそうそう。ナンバーワンなんですよ。ナンバーワンで。そうですね、逆に自己紹介。ああ、そうですね。この、あ、まず最初に、ね、ですけど、最初、はい、最初にじゃあお願いします。じゃあパンちゃん、パンちゃん、水色パンちゃん、水色パンちゃん、水色、はい、はい、さっきしたけどな、自己紹介。一周目、二周目、二周目、二周目、違うやつ。まあ、とり、うちの取り締め。テイク2的な。さっき見てなかったでしょ。どうぞ、ね、はい。ええ、どういう、普通に。朝日奈咲香です。はいはい。はい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 、あの、いやいや、差が激しすぎてこれーなんか心配になりますよね。これー前に出てないよって心配になっちゃうやつですね。大仁田寿司誰が大仁田寿司や。ハムの色酒で今ちょっと可愛い感じですけど、さくろくん、あ、どうですか。はい、来ました。ヒロドっています。まあ、入店して3月なんですけども、ナンバーワンとって、おお、まだまだ、まあ、売り上げは上がってないんで、これからも頑張っていこうかなと思います。で、まあ、一番似てるお笑い芸人が伊藤麻子って言われてます。いや、そんなやで、そんなわけない、そんなわけない、ほんまや、ほんまや、おしゃれ、世界のほんまで確認してQですよ。確認しとかないとね。ヒロト君のやっぱ自分のやっぱこう PR というか、自分はここがすごいみたいな、まあね、やっぱし何も知らないんで、やっぱ知りたいですよ。どこを売りにしてるのかみたいなね。あ、やっぱ、まあ、じゃあスバルが見本を見せてもらって。いや、本当に降りた。今ヒロトが出てきた。キョウさん何書いてるんですか。いや、これはまあ、絵心があると思う。あ、いえいえ、どうぞ、どうぞ、こちらも見たからね。千葉においでよ。千葉においでよ。誰ですか、誰、千葉。千葉そんな感じしないですね。いや、もう耳で分かるだろ、大体。あれね、あのキャラ、あの有名なキャラクターね。有名な子なのね。ネズミっすよね。ミッキー。ブラッシー。ブラッシーです。はい。あ、じゃあ、文字理的な感じあります？なんで？文字理的な。文字理的な。その、なんかその、お題言ってくれて、その、誰かがこう、変えていくみたいな、みんなにボケてきますじゃん。さっきその、大喜利みたいな感じだったんですね。そうですね。その、お題が何だったんですか？まあ、いろいろあったんです。何個かあったんですけど、例えばその履歴書に書いちゃダメなこととか、あとはこの何個かあったんです。ケンスケケンスケうちの練習生。あ、でもあんまり叩いたらこう、いやいや、もうやっぱ叩く係、叩く係はやっぱりお願いしたいですけど。今日こう、せっかくハーレムとミネルヴァが集まったんで、はい、まあね、そういう方、こう、ちょっとしたアンケートの時に入れたり、ああ、そうそう、視聴者からの意見を、そうそう、いやでも、じゃあ例えば、抱かれるなら誰に一番抱かれるか、ああ、そういうやつね。おっと、また、たるもの、やっぱりここで勝負せると、はい、そうですね、あ、そうですね、僕ら、すでに勝負よ、そうですね、そういう世界ですからね。じゃあ、じゃあ何でもいいですよ、お題は。あ、お題何でもいいですか。あ、まあまあ、じゃあキスをするなら何なりね、かんなりでも何でもいいですよ。まあ、うまそうでも何でもいいですよ。ああ、まあ、何でもいいやつですよね。それ、京太も入ってますか、話ね。おい、いや、俺はね、もう今日はね、コメントに対応していこうかな。はい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 。そう、あ、無言で、無言での AD みたいな。
じゃあ、あれますじゃあお題。じゃあ、それからナンバーワンが決めてください。ああ、いいですね。それからだったら。お題を。僕ですか。なんで横で下打ちしたの。俺が決めたかったな。そんなここ上下関係ある。そんなない、そんなないんで。じゃあ、お題をね。お題をね。この中で、言ったら選んでもらうってことですか。お題を決めて、じゃあどの人みたいな。ああ、決める。うん、そう。視聴者の人はね。じゃあ、まあ、サクトさんが言った、その一番誰がキスがうまいか。キスがうまい。うまいか。うまそう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 。まあ、キスが、キスをしたい。ああ、この中で誰と一番キスをしたいか。はい。っていうやつ。キスしたいか。まあ、うまそうな感じします。ああ。したいかとかでやらしいんで。そうです。うまそうな。うまそうな人を。アンケートを取ってくれた。これ投票とかできますかね。あ、大丈夫ですか。じゃあ、この中で一番キスを。キスがうまそう。うまそう。うまそうだね。ちなみにビリはどうしますか。じゃあ、じゃあビリはどうしますか。じゃあ取るし。じゃあ一発芸とかなんかこのしますか。じゃあちょっと何か滑らない話でもいいんですけど。ああ、じゃあなんかそうお笑いな感じ。ビリはビリはじゃあそういう感じでいきますか。飽きましたね。行きますか。やばいですね。これ結構ホスト頼むのキス下手そうってだいぶ致命傷やね。本当にそうですね。確かに。だいぶ致命傷。どのキスバットで。どこケツバット。ケツバット。ケツバット。今日さんの思い切りのこれしかも一個言っていい。これアンケート前いい一個いいですか。俺今来たばっかじゃないですか。言っていいですか。あんま関係ないけどもめっちゃ足臭い誰か。ここやな。足めっちゃ臭い誰か。俺めっちゃ足の匂いが。俺かな。あ、僕ですかね。俺かな。京二さんかな。出して。あ、違うわ。待ってほしい。これほんまにめっちゃ臭い。僕らあいつ履いてますよ。あ、違うわ。スリッパじゃないですか。嘘。え、僕これ靴履いてますよ。これ何の検査しよう。いや、これ絶対今日さ、逃げ出す、逃げ出す、逃げ出す。はい、はよはよ。これ、だって締めてて匂うことなくない。はよはよはよ。僕かもしれないです。あ、出た。父さんとひろ。おーい！京一さんやばいね。京一さんやばい。ありがとう。一京一さん。京一さん。俺が出るよってな。俺が出るのよ。一京一さんで。一京一さんで。これはね。京一さん強。嬉しいです。ケツバット。あ、じゃあ。じゃあこれ逆に一個いいですか。てか一位なんで。京一さんのこの中をカメラに見たいですよね。ナンバーワンの中を。まあそこはやっぱり僕らも学びたいんで。どんな中するのかな。学びたいですよね。今それはいらない。じゃあまあ、わかんないです。やりましょう。いらないです。でもやっぱ見たいっていう人もいる。見たい。見たい。今さ、見たいっていう人も。ね、これだけイケメンいて、ナイキンに負けるのかよっていうのもあるんですけど、やっぱそこはちょっと見せてほしい。あ、もう一人だ。来ちゃったんで。来た。お、お。あ、やばい。じゃあそんな京二さんのちょっと僕そんな京二さんのそれはもうあ、ドアが女の子ね。あ、いや、やばい、すごい。さあさあ大阪の女の子。ねえねえねえ大阪の早く。ああ。ああ大丈夫です。これ全然待って待って、あれなんか俺が振った、俺がごめん、俺は。いずらがほんま汚いわ。でもいい感触でしょ。俺もちょっと柔らかかった。今年初傷です。ちょっとタバコ臭さが、ちょっとタバコ臭さが。半年前にニューハウスしましたもんね。これ。最悪最悪。ニューハウス。ためのね。ためのニューハウス。東条は何が自慢なの？いい質問。これね、今日はね、皆さんのコメントを拾っていこうですね。人数が多かったらやっぱまとまりがね、まとまりね。そうやし、今日初対面が多いから、どういじっていったらいいか。いや、まあ多分そうなんですよ。あやふやもありますよね。あ、自慢？まあまあ、ちょっと聞きたいですよね。自慢ですか、これは。聞きたいところですね。急やな、またそれは。この間、あったじゃん。なんですか？この間、新年会で、歴代最高売り上げを。いやいや、そうですね。登場つかさ、つるしばり役。チャンピオンベルトをもらったじゃないですか。あれ、今どうやってます？あれは自慢よ。で、俺、取締役に聞いたんよ。取締役、それね。お客さんがおるときにそれつけて席回ってくれと。はい。誰がそんなことするんですかと。はい、なんでチャンピオンベルトしてから接客せんといけんのんか。
CM でーす。刺激は CM で。上京して1ヶ月、ホスト未経験入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。いやいやいや、だから僕もそう思うんですよ、ケイさん。まあでもそうだね。ボケようとしよったのに、ボケようって、そうやって真面目な感じの雰囲気で出そうと思ったのに、お前もそうで、やっぱ打ち合わせ必要だよ。マジマジ。ガチ合わせします。あ、すいません。で、ということで、始まりました。天音誠の酔っ払ってよからも。はい。ね、半分、半分いきましたね、半分。今半分いきましたね。最近のその出来事みたいな話します。ああ、じゃあ僕いいですか。あ、うん、京子さんじゃ、まあこれ、まあきっかけね、これね、あの僕あのおばあちゃんがいるんですけど、はい、おばあちゃんがあの飛び出す絵本あるじゃないですか、あの絵本でこうパッて、はい、開けないからお城とかをパーって、はい、あれで名義出しました。どうなんだ、すごい近いか、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 まさか飛び出てくるとは。まさかの。違うね、買ってあげてください。近いから、ね。おばあももう。だめありますか、の最近の。最近の出来事ですよね。で、僕いいですか。あの、ハーレムなんですか、最近で。はいはいはい、R さんと、名前いないですけど、R さんと N さんっていう女優がいるんですけども、まあ、二人ともそんなに、あの、なんでしょうね、こう、オラオラっていうか、そういう感じじゃなく、多分今まで喧嘩も起こったこともない人たちの話なんですけども、はいはい、あのお酒が入った勢いで、非常階段でもうめっちゃ言ってるんですよ。おいお前来るれみたいな。はいはいはい、はい、見るとこもう先輩後輩ですよ、はいはい、で後輩も N さんが R さん先輩ですけども、後輩も関係ないし、おいてめえ何してんじゃボケみたいな。先輩関係ないやボケみたいな。ガチですね。もうガチですよ。で俺もこれ止めたらええかなと思って、はいはい、でもやっぱりその普段二人そういう姿をあの見ないから、あのちょっと見守ってたんですけども、はい、もうピークに達してって、はい、いやいや、そんなんやったらもうかかってこいやったんですよ、はいはいはい、話ないへんからもうかかってこいやと、はい、でもう二人がもうこんな感じですよ。おいおれおいかかってこいやボケみたいな。でもこっちも先輩関係でこっちかかってこいやと。危ない危ない。それもずっとかかってこいやって言って、誰も二人とも一歩前に進まないと。喧嘩にならない。そうなったら誰かが止めてくれるじゃろ。心配する心配する。平和ですね。それだったらもう行ってと思ったんだけど、見とるこっちは平和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 止めてほしいやなって思ったけど、俺がもう二人とももうええから行くよって言ったら二人ともはいって言って。優しい。だいぶ弱い。僕分かるんですけど、誰かあのだいぶまあ差があるんで、お疲れ様でした。かなりさすがさすがにさすがにね、喧嘩したことないんでしょうね、多分ないでしょうね、はい、優しいからね。ミネルバさんなんかありますか。ミネルバさんはどういうなんか変わった出来事ですか。変わった出来事、ミネルバ変わった出来事ですか。変わった出来事ですよね、最近の。最近の変わった出来事、ああ。ありました、あった、あった。何ですか。出た。変わった出来事ですよね。ありました、ありました。変わった出来事、最近の絶対ある。一個いい。クソか。え、ちょっと、クソか。ちょっと、そこさ。ああ、いや、最近あった出来事。はい、だけは、岡田教授さん。この間、あの渋谷で、クレープ屋さん、クレープ屋、クレープを食べたかった。あ、渋谷でね。渋谷の、はい。クレープ並んどっただけなのに、女子高生3人組に笑われた。指さされた。お前がクレープかいみたいな。それちょっとですね。お前のどの面下げてクレープやん。ちなみにおいくつでしたっけ。御年39になります。それは笑われます。フットボールアワーの岩尾と
岩尾さんと同級生。それは笑われます、笑われます。あ、でもありましたね、僕ちょっと最近ちょっとほんとびっくりしたんですけど、ちょっともう携帯変えたんですけど、そしたらもうめっちゃ鬼電気出てて、誰だ誰だと思ってもう履歴を見たら、おかん、おかん、おかん、鳥取の、おかん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 、どうした、どうした、鳥取のおかん、おかん、どうしたと思って、スタバがない、かけ直した、最近できました、いや、かけ直したんです、かけ直したら、おかん、おかんから、やばい、スタバができた、ケイスケ、俺これから並んでくるみたいな感じで言われて、砂場ね、もともと砂場しかなかったんだよね、鳥取県はね。あ、すみません、知らなかったです。いや、ほんとにいや、ほんとに、おかんからしたらすごいことなんですよ。おかんのくくらと俺もありますよ。おー、まあ、だいたいおかんはね、面白いからね。じゃあ、おかん話しようか。いや、やっぱ、フォローやめて。おかんは、ほんとにおかんくらと、僕一回授業参観が、まあ、学生があるじゃないですか。あらあらあら。で、まあ、僕普通に受けてて、で、皆さん友達とかみんな親も来てて、僕、おかん遅かったんですよ。んで、まあ、当時その時は僕、携帯も全然触ってよかったんで、田舎屋なんで触ったんですけども、おかんが遅れてごめんねと、今から行くわと、まあ普通に自転車とか車で全然10分20分行くだったんですけど、学校までね、今から行くわってっていう絵文字が、飛行機でした。どこまで行くの、今では四国やのにみたいなどうやって絵文字飛行機、そういうことだね。まあそうですね、それはびっくりしました。びっくりだよね、そんなおかん、どこまで行くんですよね。じゃあ、おかん国じゃありますか。いや、おかん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 めっちゃあるっすよ。あー、めっちゃある、めっちゃある、おかん、おかん、すごいじゃん。待って、ごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさいね、ミネルヴァ、ほんまにクソだな。もうなんかないの。いやいや、全然あるっす、全然あるっす。あ、あります。最近ですよね、でも、うん、最近おかんくくりでいいですか。おかんくくりやったら、僕言ったほうがいいですか。そうそうそう、多分なんかシーンってなると思う。いや、まあまあ、行こう行こう、行きましょう、それは、それは、まあ、シーンとねやったら、ポスやめて。やめて、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 シーンやったらやめて。そうですね。でも、今日、壊れてる、壊れてる。でも、教授さんのおかんの話はまたいっぱいあるんで。まあ、おかんの話は結構あります。おかんの話ね。おかん、おかん。僕ね、はい、じゃあ、はい、いいですか。はいはい。僕ね、お父もおかんもパンチママなんですよね。なので、夜の営みの時に、シルエットだったらどっちが上か下か分かんないみたいなね、はありました。で、助かりましたね。分かってたら余計気がするみたいな。あー、おかん両方パンチやしな、みたいな。髪短いしな、みたいな。そう、あんま凝視しないでください。で、バレンタインの話を聞かせて。あー、自慢。それは、これからのね、それはこんだけのね、イケメンが揃っとって、まあ、僕はバレンタインの話なんですけども、失恋の話でいいですか。あ、バレンタインで、っていうのがあったこと。まあ、結構これ、ガチなんですけど、僕初恋やったんですけども、友達、かっこいい、めっちゃ一番、ほんまにみんなから好かれてる、もうナンバーワンっていうイケメンがおったんですけども、まあ、どこの学校に、で、まあ、そういうやつってやっぱりファンクラブってある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 、ありますよね。で、そのファンクラブのうちの一人のことを俺すごい初恋だったんですよ。ちょっと複雑じゃないですか。複雑やな。複雑ですよ。で、その一番かっこいい人のそのファンクラブの中で交換日記みたいなやってるんですよ。あの人と今日目あったとか、今日こういう言葉話したみたいなのあるんですけど、どうにかしてもう初恋だったんで近づきたかったんですけど、まあやっぱりその子のファンクラブだから近づけへんって思って試行錯誤して、結果そいつとめっちゃその男と仲良くなって、僕も一緒に女の子のメンズファンクラブに一緒に入るっていう。それは聞きたくなかった。俺あいつ昨日ラーメン行ったでみたいな。ラーメン食べた時怖かったでみたいな。それ嫌やな。辛いな。辛いね。バレンタイン、バレンタイン、バレンタインで来るたびにそのことを思い出す。あいつバレンタイン甘いのあんま嫌いらしいから、クッキーの方がいいらしいって。辛い、初恋でそれ辛いな。女性も交換日記に入る。俺いいですか、バレンタインで。バレンタインで中学校の時だったんですけど、
夜の10時半まで教室いました。まだチャンスがないから待ちすぎ待ちすぎまだ誰が来るかもみたいな待って、それはあったそれあったあったんすか下駄箱やたらちょっと開けるっていう10時半までも下駄箱やたら開ける夜間の用務員さんが2回した初めて見た用務員夜間のもう帰りもらえなかったみたいなね。あのバレンタインバッチャマンあるでしょ。あるでしょ。僕ですか、うん、僕はそうですね、学生時代は、うん、そうですね、僕あんまりそんなにもらわなかったですね。まあ人口的にも少なかったし、ね、そうですね、女の子が少なかったんで、男が8割で女の子が2割ぐらいだったんで、人口が、まあ、女の子4人ぐらいで、ブス、ブス、可愛いブスって感じで、ね、大体、はい、あ、はい、本当に村みたいなところで、CM9 を、いや、CM いきます多分今がいい、今がいい。ようこそ僕のシンデレラ。I am Yusei, who newcomer just entered AJ. Is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer cause I'll be the one. Hey gentlemen, would you like to know how to raise the sales? フロム LA 懐かしい懐かしいやつですね懐かしいやつ英語全く喋れへんやんじゃあ行きますかね、はいはい、じゃあバレンタインの話からのバレンタインからのスバルクの話はまあ置いといて、まあ、そうですね置いといて一回置いておきますじゃあそのミネルバンドは誰かあーできるバレンタインのバレンタインの出来事何かねちょっとあれよあ、あらよどうぞナンバーワンはいまあ結構まあバレンタインって言ったら僕結構もらえないことが多いんで、うん、そんなことないもんね逆にまあ、中学生とかの時やったらはい、チョコレートを作ってその教室の女の子全員に配ってたっていう、おうお前ホワイトデーじゃないホワイトデーじゃない全員にあどうぞどうぞみたいな感じでホワイトデーじゃないからのお一つだったんだね逆に下着してあげたみたいな感じからの。怖い怖い。さっき始めました。始めました。怖。いやまあね。そういう経験もあります。まあまあまあ。僕でもサクト君の聞きたいですけど、ね。あ本当ですか。バレンタインデーですよね。やっぱ2月の14日ですよね。うん、2月14日バレンタインデーの思い出。じゃあいいですか僕。おまあ僕小学校の時に、おやっぱ僕。何々町みたいな今は区民なんですけど何々町みたいなとこ出身だったんですそれ市区市区人口がめっちゃ少なかったんですよ人口も本当に本当にでもクラスの半分の子にチョコレートもらったんですよ僕おおそれがなんと4人いやクラス少なかった8人しかなかった二十歳です男子なんで二十歳です二十歳だけどもう4人からもらったもんすごい嬉しいなみたいなあ本当に家族の中でそれは中でも、はい、トップナンバーいやどうやそうです四個はすごいんだすごいですよ本当に地元ですごいねクオリティ低い話があると思いますやばいやばいやばいリアル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 誰か逆にじゃあ、視聴者の方に聞きたいんですけどせっかくこのねあんまり仲良くないメンツが集まったんですけどいやそんなこともないよそんなこともないそんなこともないあまり絡まないそう逆に絡まない、ね、に対して何かこのお題じゃないですけどバレンタインじゃ聞いてないものとかがないですかねっていう話なんですけど何かありますか？なんか欲しいですねバレンタインやからチョコあげたい人とかっていうのもあるんですかアンケートですか、うん
あげたい人チョコあげたい人この中でまた俺1位やったらどうするの泣く泣きますねだその時はチョコ受け取る時の一言欲しいよねあーあーなんていうかカッコいいぞなんていうかあーそれバレンタインチャンピオンには1位の人はそれを言うはいはいはいじゃあそれでいこうそれでいこうアンケート大丈夫ですかはいお願いしますチョコあげたい人この中で、チョコレートをあげたいなと思う人一番チョコレートをあげたいなと、はいねはいはい、毒入りじゃないよあのいいやつをね毒なしちゃんとした毒入りやったら悪意しかないですそれと俺ダントツ1位もらえるさっきキスでねナンバーいやーまあそうですよねで僕一回従業員のその営業中に教師さんとふざけてキスすることいっぱいあるんですけど、はい、あの結構カサカサですねあの10回中は2回は唇を切るっていうどうせ俺の唇を切るんだよ俺の血でリップ塗ったろうかいどれますかあ来ますねこれじゃあ1位がなんか甘い受け取った時の受け取った時の一言ですね一言ねはい決まりましたお願いしますめっちゃ笑ってるめっちゃ笑ってるよおいおいおいやらせかやらせかこれまたかいこれこれ一個言っていいですかもう解散あこんな結果あちょっと俺は、まあ、もらった時のコメント欲しいですねどんだけですかこれはそういうことだねもらった時の 100% のコメント待ちですいや分かってるこれはリスナーはすごい空気読めてますね読めてるよく見てるよねもらってから笑ってましたもんスタッフさんもうね出た瞬間に出したもんあちなみに言っていいですかナイキさんですからね今なんで小池徹平が映ってるんですかやかましいな違う違う一回りしたやもらってからカメラ目線じゃあ僕が女の子役やりますお願いしますいやばいほんまに考えてなかったえがみ教授くんな、なに私前からめっちゃヤンキーじゃないちょっと気になっててああちょっと緊張するんだけどああ手作りなんだけどああチョコもらってほしいのありがとうでも俺超ヤンキーだしっていうかご中の上田さん知ってるあの人超やべえから空手三段であ、違え、四段だったしあの人マジやべえからお前、知ってるえ、知らないあの人超やべえ、単車で、おかしい、めっちゃうめえ、うん、本当にやべえから手紙くん、チョコ返してそう完璧やわ完璧やわ今のそうだ、ね、すごい行く末が不安やったしすごいっすね危ない危ないあの、行く末が不安やったし恥ずかしい完璧最強ですなんとかさすがなんとかあったね教授は案外スリム、今日一番コメントで嬉しかったおいいですねあの、そうでもないけどね8ヶ月もうそろそろ生まれていいですよねいやもうね、やばいよねダイエットしようかなと思うんだよねじゃあ、ダイエット、はい、僕も結構してるんですよじゃあでもね、あの、はい、俺やっぱりストレス解消があの食うことじゃけそうそう、はい、そう、ね、めっちゃ食うもんねめっちゃ食うもんね米めっちゃ好きっすもん、ね、米めっちゃ好きなの今日もほっかほかで行って、はい、唐揚げ弁当とあの明太高菜弁当を買って、はいはい、でも一人で二人食うて恥ずかしいと思う恥ずかしいと思うけお茶2個買ったもん二人のネームだよ何で食うたら割合もおかしいからね予備で結構そうそうおかずにご飯あるでしょあのクブクリン米やこれだ1割明太子米のおかずが米みたいなカレーとかでもそんなにカレーをかけられんとってほしいああ米が大事だそう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 米ひたひたになるのとかダメなの。でも日本人って、うん、あの子供の頃から米をやっぱり食うことに慣れてるから、うん、変にパスタとか麺類食うより米食った方が少ないんだって。あ、そうなんですね。どこも最近ダイエット始めてるんですけども、きっかけが健康志向なんですよ僕。っていうのも、うん、その最近その病院とか行って体内年齢を調べられるんですよ。はい、で調べた結果その内臓とか血液の流れってあるじゃないですか。うんで、あのトータルが僕、うん、あのちなみにいくつだと思います僕トータル、まあ、酒を飲む気やっぱり、まあ、年相応じゃないと思うそうそうそう、まあ、50ぐらい
当てに行ったらあかんすよ。当てに行ったらあかんすよ。お気に入ってさ、最悪だ。一番今のあかんねん今。NBA では。上か下か。何になってるんですか今。やってもうた。さっき完璧やったのに。ちなみに最悪だよ。さっきの完璧やったのに。ちなみに52やったの。めっちゃやばいやん。200やってもうた。ごめんごめんごめん、最悪ですよ。で、僕はあの脂肪も中で測ったんですけど、はい、脂肪も測って、僕どれぐらいですかって言ったら、はい、お医者さんの言葉ですよ、はい、あれマジで言葉で出てきたんですけども、脂肪、まあ、例えて言うたならば、グラビアアイドルと一緒にする、うん、俺そんなに急に言うからそんなおっぱい出てるみたいな、俺は J カップもないからね、わかりやすいぐらいね。お米待ってます。何を募集してるんですか。お米をくれって言われたけど、お米待ってますみたいなね。腰光ね、いいあれかもしれないですね。脂肪ね。健康志向なくせに帽子タバコ吸ってるじゃないですか。いやそれはもうどうしたれ。帽子脱げ。すいません。ふっと瞬間すいませんでした。いや俺もほんまにどういう返しが出てる。それは違うでちょっと詰まったもん。すいません。お前来い。どうしたらいいと思う。サクトさん、サクトさん、めっちゃマジやん。サクトさん、マジやん、これ。いやいや、わかんないですよね。最近、僕たち言ってたダイエット、気にしてる。最近なんか気にしてるもの、気にしてる。僕、ちょっと正直、本当、最近気になるな、まあ、鏡を見るたびに、ちょっと着てるなと。あ、ちょっと、ちょっと着てるな。そんなことないやろ。いや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 。運気、一回上げてみ。運気が。ここら辺。あれ？あじゃない。あもおかしい。いやあもおかしい。ちょっと来てるかもね。いやまあ来てるんですかね。いやだからそこを気になってるんで、正直どうしようかな。この年でこう来ちゃってるんで。でもそれはまだマシの方。あわさみしみちゃったハマちゃん。本当。わさみしみちゃった。同級生なんですよ。この同級生だけどハゲ取れない。ハゲ取れないかい。びっくりしました。びっくりしました。今日お二人の絡みありがとうございます。めっちゃ一言やないですか。ちょっとね、振っといて結構早めにあれでした。結構ね、スクトさん。なんかいろんな、あざらめ増えそうで怖いんですけど、でもちょっとそこは気になってますね、ちょっと最近。将来ハゲちゃん。ハゲちゃん、ハゲちゃんじゃないですか。誰がハゲちゃん、ハゲちゃん。誰がハゲちゃん。ちょっと気になってるんですけどね。そうですね。ちょっと残り時間もね、もう楽しい時間はあっという間な。あっという間ですね。ハーレムが2月、まあさっきも出ましたけど、2月14日にバレンタインデーイベントが。バレンタインデーイベント。キャストが全員制服を着ます。制服。学生服とか何かしらの、まあ何かしらの昔の思い出に2人回って。で2月15日書いてあります。翌日。バースデー、ノエル君バースデーになります。ノエルちゃんぜひお待ちしております。そしてそしてミネルヴァ2月9日うちのナンバーワンヒロト君のバースデーイベントあります。そしてあと2月23日僕サクトのバースデーイベントあるんで、よいしょご覧でお願いします。話せますよ。すごいですよ。それはおかしい。誰かのイベントで来てくれた時にシャンパンコールでで、取締役が来てから、サクト帰れやって言われた。公演中に。いや、消える人や。帰れや。フルスで。俺、サクト言って、めっちゃ嫌い。終わった、もう終わった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる
もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。